お元気ですか、ボクシミです。今回は BBM 女子プロレススペシャルカードセット2023アンビシャスの開封動画となっております。こちら数量限定生産となっております。ワンセットカード55枚入り、レギュラーカード47枚プラススペシャルカード8枚ついております。それではね、早速開封していきたいと思います。それでは早速ね、やっていきたいと思います。まずはですね、赤井早紀選手でございます。ちなみにお父さんがね、この赤井秀勝さんでございます。で、これは阿野沙織さんでございます。で、荒井祐樹選手でございます。SKE48 のね、所属でもございます。あ、ごめんなさい、所属ではなかった、ユニットでございます。伊藤真希選手でございます。稲葉智香選手でございます。これね、あの白菜につきでございます。で、海里選手でございます。で、これ上福由紀選手でございます。で、坂崎由香選手でございます。で、これはサリー選手でございます。で、志田ひかる選手でございます。で、スズメ選手でございます。鶴賀芽選手でございます。辰巳理香選手でございます。中島ありさ選手でございます。で、中島翔子選手でございます。ノア光選手でございます。ハイパーミサオ選手でございます。水木選手でございます。山下美優選手でございます。で、優里選手でございます。楽選手でございます。ラム会長選手でございます。これはリホ選手でございます。渡辺美優選手でございます。で、これ次ね、2人組でございます。安楽共鳴のハイパーミサオ選手と中島翔子選手でございます。デイジーモンキーですね。これは、遠藤選手と、これはスズメ選手でございます。で、アップアップガールズですね。渡辺選手、ノア選手、鈴木選手、楽選手の4人組でございます。で、稲葉姉妹、稲葉智香選手と稲葉梓沙選手のカードでございます。で、この1111の、上姫、ごめんなさい、柳川選手と上姫楽梨沙選手でございます。これ呼び方ちょっとわからないのでね、申し訳ございません。で、懐かしい選手出ますね。キューティー鈴木選手でございます。私の時はね、結構懐かしい選手でございます。工藤めぐみ選手でございます。で、工藤めっていうね、あの、有名になりましたね。で、紅やさ選手でございます。現在はね、あの YouTuber やってますね。で、極悪同盟ダンプ松本選手と、クレーンユー選手でございます。こちらもね、あの懐かしい感じでございます。ちなみにダンプ松本選手はね、まだね、現役でございます。稲葉梓沙選手でございます。上原若菜選手でございます。大久保ルナ選手でございます。これは風代春選手でございます。サニー選手でございます。鈴木志乃選手でございます。瀬戸ののか選手でございます。これソネ、ごめんなさい、ゾネス選手でございます。田中絆選手でございます。で、
これはチーチー選手でございます。これはトーガ選手でございます。ひまわり選手でございます。これはほのか選手でございます。で最後はねリアラ選手でございまして、何にもないね白の紙でございます。こんなもんいいかでございます。でまだねこれで終わりではございません。いよいよね、お待ちかねのあのカードがやってきます。まずはですねこちらね、志田ひかる選手のねカードでございます。ちょっとね大人の雰囲気のカードでございます。でこれはねサリー選手でございます。でこれがリホ選手でございます。でノアひかる選手のね、これはカードでございます。で続きましてねこれサリー選手でございまして、でいよいよね激サインカードでございます。まずはですねこちらですね、チーチー選手の、直筆サインカードでございます。100枚シリでございます。で続きましてですね稲葉智香選手の直筆サインカードでございます。こちらもね、100枚シリでございまして、最後はですねこれ私初めて見るんですが中島有沙選手のこれがアクリル版のねカードでございます。ちゃんと白サインカードでついております。ちゃんとねこれ袋もついてるんですよ。こういうカードね私ね、初めて、見ました。ちなみにねこちらはね、シリはねついてないでございます。はい、以上で BBM 女子プロレススペシャルカードセット2023アンビシャスの開封動画を終わりたいと思います。第2弾はですね、第2弾ってわけじゃないけど、BBM セーブライオンズヒストリーのカード、このね、2箱目もちょっと、やりましたのでね、ライオンズファンはね、お楽しみください。はい。で、あとメンバーシップ限定では、よりマニアックなカードをね、限定で開封動画をやっておりますので、興味のある方はぜひ見に来てください。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。